はい、本日はですね、ウィナーズクラブの2020年最後のですね、あのリアル勉強会になっております。この2020年はですね、まあ、コロナ、ウイルスの影響で、まあ、なかなかですね、リアルで集まることはできなかったんですけれども、まあ、最後にですね、みんなで集まって、この2021年に向けてですね、人生を変えていこうというですね、まあ、そういったですね、ある意味激会にもなっております。またぜひですね、あなたとも、このね、ウィナーズクラブ、そして、勉強会でお会いできるのを楽しみにしております。メンタルダメダメなんですけど、失敗とか弱みだと思っていたことが、ウィナーズを活動することによって、文章を書くことによって、誰かの学びになって、誰かの救いになるっていうことが、私はすごく嬉しいなと思っています。一番変わったことっていうのは、失敗を恐れなくなったっていうことです。お客様の問題解決、ここに尽きるなっていうふうに言っています。自分にできることをですね、とにかくコツコツやっていって、皆さんが成果を上げようが、自分が成果を上げてなかろうが、そこはもう焦らず、亀の歩みでとにかく一歩一歩やっていこうということで、ここまでやってきてます。本当に最初、三浦さんのメッセージがなければ多分始まってなかったと思います。実際に入って、4ヶ月ぐらい経つんですけど、あんまりよく分かんなかったんですよね。今までいろんなそのビジネス関係のこういうそのイベントとか出たんですけども、ちゃんとこう地に足をつけて、誠実な方が多いっていう印象でした。はい、ペルソナさんが後ろにいると思って文章を書いてると、書けるよみたいな話を聞いて、あ、自分が後ろにいたらいくらでも話は出てくるじゃないか、言いたいことが出てくるんじゃないっていうのが分かりましたので、そのようにこれからしたいなと思いました。やるしかないということですね。成果出すまでのこのなんかストーリー、人それぞれいろんなストーリーがあるから、そういうのを聞くと、なんかこういうふうに悩んでる人がいるんだなとか、こういうふうに意識して頑張ってる人がいるんだなっていうのがすごい学びになります。成功されてる方にも必ず悩みがあって、それをみんな解決されてるっていうのを聞いて、やる気がどんどん湧いてきてる感じです。今までやっぱり自分を抑え込んでいて、やれることをやっていなかったっていうのがあるので、もう解き放ってアクセルだけでこれからやっていこうと思ってます。ありがとうございます。一番っていうのが決められないぐらい、どの話お話も勉強になって、全て吸収して今日は帰りたいなって思っています。調子に乗るっていうのは僕はいいと思うんですよ、特にやはり大人になって、ね、調子に乗れないわけじゃないですか。元気でこう調子に乗っていくとかですね、すごくいいかなと思いますし、あとはやはりその義理とかね、人情とかね、やはりその礼儀正しかったりとか、昔の出来事をなんか感謝してくれるとか、そういうのすごく僕にとってもやはり嬉しいなと思いますし、あとはやはりそういったね、みんなこうウィナーズのね、愛があったりとか、あとはこう一点突破でね、やっているっていうところになります。ではありがとうございました。2列しますか。はい、いきます。3、2、1